最初立ち上がりからやっぱ硬いゲームだったなっていう印象があって、僕たちは戦術的に引いてカウンターを狙ってたので、ちょっと硬いゲームだったかなっていう印象です。特にどうしろこうしろっていうのはなかったんですけど、自分の不調とかは自分で分かってるつもりなので、自分が入ったら何しようっていうのは前半のうちに考えてはいました。自分が特徴ではあります。そうですね、やっぱ緊張してたんですけど、なぜかおじけづくことはなかったというか、やっぱ思いっきりやった方が初戦だし名古屋だしっていうのがあって、やっぱ思いっきりやれたのかなっていうのはあります。あと去年の試合で俊斗くんが出た瞬間に決めてたので、いいイメージあって僕もやったろうとは思ってましたけど、まあ、なかなか難しくてまだゴールは取れてないですけど、経験の少なさがもろに出てるかなっていうのはあるので、1対1とか対人とかは別にここまで能力は変わらないですけど、やっぱ相手が自分が思ってることと違うことをしてきた時に対応できなかったりするので、経験積んで、だからといっていつまでもチャンスが回ってくるとは思ってないので、少ないチャンスで自分で自分の立ち位置をつかみ取れるように、また中断秋から努力していきたいと思います。やっぱ僕みたいな若い選手が活躍をしていくことによってチームの士気も上がりますし、競争も激しくなっていくと思うので、自分の今の立ち位置っていうのはみんなが思っているより重要だなとは感じてます。いつも応援ありがとうございます。僕たちは今勝ててなくて苦しい状況が続いていますが、次の勝ちに向けて努力し続けるので、また応援していただけると嬉しいです。精一杯頑張るのでよろしくお願いします。